FC 東京ファンサポーターの皆さん、今日は熱い応援ありがとうございました。そして、カチマアントラーズファンサポーターの皆さん、本日は味の本スタジアムにお越しいただきありがとうございます。これからの J リーグは FC 東京と、そしてカチマアントラーズさんで、この2チームで J リーグを引っ張っていきましょう。ベルギーのオレンベールに完全移籍することになりました。FC 東京ではアカデミー含めて約9年半お世話になりました。このクラブには、本当に感謝しかありません。また、プロ1年目から自分を試合に起用し続けてくれた長谷川健太監督やアルベル監督、そしてピーター監督、自分も試合にたくさん起用してくれてありがとうございます。自分の夢であった、海外でプレーをするという機会を戻すことができずに、自分はこの移籍を決断しました。そして自分の憧れであり、大先輩である中田ムエイト選手に少しでも近づけるように、そして追い越せるように、僕は日々、自分を奮い立たせて、皆様にいい報告ができればと思っています。どんな時でも熱い声掛けを、続けてくれたファンサポーターの皆様、本当にありがとうございます。また自分のユニフォームを、買ってくれた皆様、途中で自分がクラブを去ってしまうということになり、本当に申し訳ございません。今まで自分のユニフォームを買ってくれた皆様は、ぜひ引き続きオレンベールのユニフォームを購入してください。お願いします。指導してくれた皆様、本当に熱いご指導ありがとうございます。皆様のご支援のおかげで僕はここまで来ることができました。そして最後になりますが、この場を借りて僕の両親に感謝の言葉を述べたいと思います。お父さん、お母さん、今まで自分をここまで育ててくれて本当にありがとうございます。そして自分の夢を一緒に追いかけてくれて本当にありがとう。これからも一番のサポーターとして、僕を応援し続けてくれたら嬉しいと思います。これからはベルギーと日本というちょっと遠い国になってしまいますが、LINE とかで、やり取りしましょう。そして最近僕インスタグラム始めたので、皆さんフォローお願いします。ここに興味来ていただいている方がフォローしてくれたら3万はいくと思うので、ぜひよろしくお願いします。本当に今までありがとうございました。そして約3年半FC東京、本当にありがとうございました。愛してる東京。ここで阿部慎吾選手に松田健二選手より花束を贈られます。
ただいまより阿部慎吾選手が場内を周回いたします。なお、席を離れてスタンド全滅。